先生、どういうことだ？あれはまだ新しい匂いだった。そいつはまだ出て行ってないんじゃないのか？滝の家に行こう。あの陣が近日かもしれないってことも伝えておかなきゃ。ナルトね。ああ、滝、脅かすつもりは。わからんか、小娘。にゃんこ先生だ。にゃん？へえ。男一人で押しかけるのも、周りの目があればお前に悪いと、こいつが気にするものだからな。しかもこれならお前も抱きつくまい。先生の意地悪。うちの怪しい気配っていうのが、その今そこにいるあやかじだったのかしら。やっぱり見えない。あ、いや、滝、こっちだ。それでここで何をしてるんだ？私はご覧の通り旅うさぎ。友人と二人で食ってはね、食ってはねの旅をしていたのだ。え、うさぎなのか？ネズミに見えるぞ。アホめ、ムチめ。ネズミかうさぎかは尻尾を見ればわかるだろうが。あ、かわいい。なになに？何がかわいいの？あ、このあやかしはネズミみたいだけど、本当はうさぎで。集中して聞かぬか、人の子。その友人とこの辺りを通った時に、でかいモサモサのあやかしがこの家に入っていくのが見えたのだ。見えぬ壁や曲がれぬ廊下などで、とうとう友人とはぐれてしまった。それからずっと友を探し続けているのだ。滝が夢で聞いた誰かを探すような声はこのあやかしの方か。いただきます。モテるんだな、タヌが。くそ、なんか腹立つな。俺はさ、ここの隣町に住んでたことがあって。